こんにちは、ダンスジャルダンの中井真一です。ダンスビューで連載中のアルーナスカチューシャの科学的分析をお読みくださり誠にありがとうございます。多くの方からのご要望にお答えしてビデオやモーションキャプチャーの動画も使いながら説明をしていきます。ぜひお楽しみください。アルーナス組のナチュラルターンを見てみましょう。足の方向に注目してアルーナス組の動きをもう一度見てみましょう。このようにはっきりと足が外向きになっています。実は次回以降説明するボディの動きの結果このように足が自然に外向きになっているんですね。はい、音楽お願いします。はい、はい、プリースタート。左足がまっすぐ出ていますね。従来ですと右に回って置いていましたが、アルーナスはこのようにまっすぐ置いているのです。ここからがアルーナスのナチュラルターンのハイライトになります。カウント2に向けてアルーナスの左頭が壁斜めにまっすぐ進んでいます。そして左足がまっすぐのまま着地した直後に右足が急回転、大きなハの字になります。カウント2で左足等は急速なライズとともに8分の3回転します。右足は左足にクローズされますが、右足は横に揃えるというよりも交代で引き寄せられています。いかがでしたか。アルナスの動きダイナミックでとてもスムーズで自然でしたね。詳細はダンスビュー2018年7月号をご覧ください。次回はボディアクション編です。ぜひお楽しみに。